マサトです、えー、聖書メッセージの時間となりました、えー、では最初にお祈りいたします、えー。この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメンえー あなたの神は何ですかということですね、えー。この現在において、えー、むしろまた、えー、自分自身、またその哲学、いろんなこと、趣味が、偶像が第一、えー、かもわかりません。えー、今日はこの記憶聖書のルッツキから、えー、この、 神について考えていきたいと思います、えー。なかなか難しい出だしとなりましたけど、あなたの神、えー、私、住む、この聖書時代の旧約時代ではないですね。今、2023年の、今日は5月の8日月曜日ですね。はい。こういう現代において、あなたの神。 あなたは何を信じ、何をもとに、何を土台にして生きておられますか。えーまあ、いろいろな、この現在においては、いろいろな考え、またいろいろな宗教、まあ、いろいろな教えがありますけど、今日はこの聖書から、特にルツキからの誤解目となりますけど、えー、ルツキは4章ですね。えー、いつもこの、えー アピールしてますけど、えー、この聖書、まあ旧約聖書、新約聖書を。 一章ずつを注目にして、御言葉と書くと、御言葉に向かって、御言葉から教えをいただきたいと願っています。お恥ずかしいですけど、今日はルツキ旧約聖書が五回目になりましたので、ルツキは四章しかありませんので、また一章に戻って、今日は主題を何にしようかと思っていましたけど、そういう。 チャレンジしています。えー、見言葉とばに、えー、向き合うということで今日はこのルツキの、えーの十六節ですね。えー、ルツは言った。えー、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私にし,し向けないでください。あなたの怒るところへ私向きあなたの住まるところに私も住みます。えー、あなたの民は私の民。 あなたのの神神は私の神ですこのコアの部分「あなたの民は私の民あなたの神は私の神です」ということを注目していきたいと思います。えー、私は、えー、生まれが沖縄の一番、まあえー、南ですね西は与那国島、えー、人が住んでいる南西の、えー、南ですね西南の波照間島で、えー、何度もこのお話をしますけど 小さな島ですね、えー、神社もお,お寺もありません、歌、えーまあ沖縄の,その伝統、まあ、宗教、二代かに二代かに歌木、またいろんなそういう,うシ,ャシャマリズムですかね、そういう、まあ、いろんな、えー、自然崇拝ですね、はい、そのような中で座ったあも,ものです。えーまあ まじ、母親は、まあ、ユタではありませんけど、そういう、まあ、そういう、まあ、えー、っとああ、えー、まあ、昭和の生まれですね。あ,あ、えー、そういう風習がありますね。根付く、そういう、えー、沖縄の離島の、そういう、うまあ、 神々に対する島まあ偶、まあ、像ですけどそういう,うことにあって、ね、私もそういう環境で育ってきましたそういうまじないとかそういう、えー、祖先崇拝ですね、まあ、祖先崇拝そういう,う自然崇拝にらいかないというのが、えー、私もそういう、えー、研究したものじゃありませんけどそういう環境で育ってきて、えー、この 聖書に触れ合い神様とか漠然としてますね私は多神教のそういう環境で育ってきてますので聖書と向き合いまた教会において話を聞いてイエス様信じる自分の罪自分と向き合うことによって救いの確信ですねそういう幸い恵みですね聖書と向き合ってそういうことを覚えて このルツ,ルツが、えー、ルツですね。えー、これはあ、えー、この名はナオミですね。義、え、理、ーえーまあのお母さんはナオミですね。そういうことがルツキが、えー、モアブのお、まあ、女と書いてありますけど、えー、これは、えー、お兄さんのお兄のお,お嫁さんですね。はい。そのところから、えー、あなたのお、まあ、その、お ナオミの神はモアブ、まあえー、これはユダヤですねユダの神のあなたの民よ私の民あなたの神よ私の神ですということを、まあ、注目して、えー、お話おうとではしていきたいと思いますお恥ずかしいですけど御言葉を言前に一言お祈りいたします「天の父の神様、えー、この御言葉を感謝いたします」「自分の思い自分の考えではなくて、えー、神様からのこの御言葉に対して」 えー、どう応答するかどう教えてもらうか正しく理解できますように御霊精霊によって導いてください。感謝いたします。えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によってお願いいたします。あめ、えー。感謝いたします。もうそういう、まあ、聖書を読んでどう応答するかあを感謝いたします。ではいきます。えー、ルツキ一書、えー、裁きつかさが治めていた頃この地に危機があった。 それで、ユダのベツレーヘムの人が、妻と二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレーヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、ナオミのとエリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。 2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパ、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間、そこに住んでいた。しかし、マフロンとキリオンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。そこで彼女は嫁たちと連れ立って、モアブの野から帰ろうとした。モアブの なオミは主がご自分の民を帰り見て彼らにパンをくだ,くださったと聞いたからであるそこで、えー、彼女は二人の夢と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため人、えー、に着いたそのうちに、えー、ナオミは二人の夢に、えー、あなた方それぞれ自分の母の家へ帰りなさい、えー、あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれ くれたように主があなた方に恵みを賜りあなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてください,くださいますようにと言ったそして2人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いたえ2人はナオミに言ったいいえ私はあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります、えー、しかしナオミは言った帰りなさい娘たち なぜ私と一緒に行こうとするのですかあなた方の夫になるような息子たちがまだ私のおなかにいると,とでも言うのですか帰りなさい、娘たち、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫を持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしてもそれだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのです,ですか だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか娘たち、そうはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私にくださったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑にお別れの口づけをした。が、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った。ごらんなさい。あなたの弟、嫁は自分の民とその神のところへ帰っていき。 行きましたあなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に住みけないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死にそこに葬られたいのです。もし死によって、 私もあなたから離れるようなことがあったら主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見るとそれもうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をして別れヘムに着いた彼女たちが別れヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出した女たちはまあナオミではありませんかと言った。 ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、えー、ラマと呼んでください。ゼ、えー、能者が私をひどい苦しみに合わせたのです。から。私は満ち足りて出ていきましたか。主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、ゼ能者が私をつらい目に合わせられましたのに。えー、こうしてナオミは、 嫁のモアブの女、ブスと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の借り入れの始まった頃、別れヘムに着いた。えー、感謝いたします私たちも、私も、まあ、現代ですが、そういう、あ日本人ですね、もともと霊的な、あそのまあまあ、ヘブライ人中が、シエス・ー CS、キリストのある、キエキリストにある。えーまあ 地においては日本人ですね、現代においても日本人ですので、えー、ユダヤ人では、ねまありませんね。まあ、このお話は、この、えー、ルッツは、まあ、ちナオミですね、ナオミは、まあ、お夫とお息子2人と4人で、えーまあ、ユダの地から隣のモアブの地に、えー、行きますねす、まあ。ユダの地は、あそのえーこのまあ、詳しくは、まあえー、その、 誠の神様を信じる民ですね。もわば偶像の誠の神を信じない、えーえー、民ですので、えー、知ってみれば偶像の神ですねまあ私のこと考えればそういう考えちょっと <laughs> 正しいはず、えー、表現ではありませんけどそういう,う ナオミは、うん、まあそういう危険があって、えー、ユダの地から都内のモアブに行ってそして10年間、うん、逆に、えー、全部失ってしまいましたあご主人もおそして、えー、息子2人もそして、えー、素手で帰ってきましたあ弟の嫁はあ自分の,そのモアブの地のじ母の子のの ここに戻りましたけど兄の嫁のルツは一緒に来てそういうこの、まあ、沈黙があナオミに言ってますけどナオ,す、ね、ナオミは彼女たちに言った日節会からですねナオミは彼女たちに言った私をナオミと呼ばないでラマと呼んでください全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから私は満ち足りて出ていきましたか。 主は私をすべて返されました、えー。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒し,しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのにということで、えー、この、えー、ルツですね。えー、まあ、ルツはその。 後半になるとイエス様のこの系図に当たりますね。えー、そういうことで、えー、この違法の民、えー、ルツから私の救い主のお、えー、流れが出てきますね。えー、っと話が飛びますけどこのルツの、えー、4章、まあ、ルツの信仰ですね。このように、えー 書いいてあります読みいたしますす読みたしルツキ4章の13節からこうしてボアズはルツをめとり、えー、彼女は彼の妻となった彼が彼女のところに入った時主は彼女を身、まえー、ごも見まらせたので彼女は一人の男の子を産んだ女たちは名を見に行ったイスラエルでその名が伝えられるように今日買い戻すものをあなたに与えて あなたの後を絶やさなかった種が褒め立てられ、えー、ますようにその子はあなたを元気づけあなたの老後を見とるでしょうあなたを愛し七人の息子に勝るあなたの夢が、えー、その子を生んだのですからナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた近所の人たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名を付けた彼女たちはその名をオベデと呼んだオベデはダビデの父エッサイの父である はい、えー、ペレスの家系は次の通りであって、ペレスの子はヘツロン、えー、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフシャの子はサルモサルモの子はボアズで、ボアズの子はオベデ、えー、オベデの子はエッセ、エッセの子はダベデであるということで、えー、このモアブの違法のためですが、 私、救い主、イエス・キリストの経図に加えられました。感謝いたします。この、えー、ナオミが、えー、ルツが言った、この16節ですね。ルツは言った、あなたを捨て、あなたが別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。 あなたの神は私の神です、えー。改めて感謝いたします。私も偶像のため、そうですね。えー、まあ日本は、その、そういうイスラエルのユダと違って、えー、偶像の違法,人違法の民ですね、見,見れば、えー、その、実質化す,すれば、そういう違法のために、えー、まあ日本にもそういうキリスト教が入って、歴史がありますね。そこの聖書とあって。 イエスも信じる霊的に、えー、なこの神となりましたですね。まことの神、律を信じる、律が、えー、直おびと、なみが信じた神、そして律が信じた神、私が今信じている神と同じ神ですね。一貫として、この聖書が救い主、救ス主のことを貫いています。感謝いたします。このよき訪れよき福音ですね。前回の メッセージもしたように、えー、神様はこのイエス様を信じる、うん、ヨハネ福音書3章16節ですね、はいえー、まとめに入ってこの福音ですね、はいえーえー、私の救いにイエスキリストが神様が一人として滅びることなく、うん、イエス様を信じることを望んでおります、えー、神は実にヨハネ福音書3章16節 神は実にその一人子をお与えになったほどに弱された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。弱いの福音書3章の16節はい、ここから無理やりまとめたわけじゃないですけど、この良き訪れ良き福音を信じる魂に預かってほしいと願うものです。ではお祈りいたします。天の父の神様。まだまだわ恥ずかしい。オート・ルツキカの私の神。 どうかこの私の信じるところの救い主、知スキリストを信じてほしい、福音に預かってほしい、命に預かってほしいと願うものです。感謝いたします。この合わせがしいお話でしたけど、感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。アメはい、<laughs> なかなか難しいですね。まあ、フリートーク、聖書を読んでどう向き合うか。 あ原稿なしでてお叱りも受けるかも分かりませんけど、えー、この聖書、私が聖書を読んで、神様から読んで、どう応答するかあ、感謝いたします。発信させていただきます。この聖書メッセージ、えー、一クリスチャン、一、えーえー、教会が聖書を読んでどう向き合うか、あこの信仰。 証として発信させていただきます。えー、皆さんのこのマスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、次回の聖書メッセージの、えー、言葉だけでお会いいたしましょう。マスアートでした仕上げネスパンションプレジュー、シャロム、シャロム。